日向坂46の松田好花が、13日放送の自身がパーソナリティを務めるラジオ番組、日向坂46、松田好花のオールナイトニッポン X、クロス、日本放送、毎週火曜深夜0時に、メンバーの高本彩香をゲストに迎えて出演。松田と高本がお互いの好きな部分や尊敬しているところを明かした。松田好花、高本彩香は推しメンだった。この日の話題は松田と高本の関係性について。松田は、私が加入する前は、坂本のことが推しメンだったと明かし、自身のラジオに高本がゲストとして来てもらえる未来が来るとは思ってないじゃないですか。めちゃめちゃ嬉しくて、と感慨深そうに語った。続けて、松田が、高本、彩香さんを見て、アイドルになりたいとも思ったと、アイドルを目指すきっかけとなるほど好きだったことを話すと、坂本も松田の思いを人伝いに知った際には、嬉しすぎていっぱい自慢したもんと懐かしそうに振り返った。松田は、彩香さんって全部の感情に素直というか本当に裏表が全くないので、すごい安心する、と言いそういう人って意外とあんまりいないと、改めて高本の好きな部分を直接伝えていた。高本彩香、松田好花は、努力がとんでもない。また、坂本が松田について、めっちゃ尊敬してるんだよねと明かす場面も。松田が照れつつも、どういうところをと質問すると、坂本は、与えられたチャンスとかをそれ以上にしてやる人間だよね。本当に努力がとんでもないし、仕事に対しての熱量とかの高さとか、と熱弁し、私には絶対できないことをやってるなってずっと思って見てると、日々感心させられているのだと続けた。これに松田が、いやいや、と謙遜すると、坂本は、本当に素晴らしいんですよ、このちゃん、松田、みたいな人は大事なんですよ。日向坂46にとって、とさらに絶賛。松田は高本からの言葉に、めっちゃ嬉しいですねと噛み締めていた。